バールベックにあるジュピター神殿のトリリトン南の石バールベックの巨石は中東西アジアのレバノンにある宗教都市バールベックで世界遺産として登録されているジュピター神殿の土台として使われている3つの巨石のこと。この巨石は通称トリリトンと呼ばれる組石で重さは650トンから970トン。 人力では1万5千人の人間が必要な計算になるが、それだけの人間の力をまとめて、石に働かせるのは、現実問題として不可能であるとされている。その根拠は、1トンの切り石を1日1マイル、運搬するのに16人必要という、イギリス BBC の番組内での実験であるが、しかしながら、何も1日1マイルのハイペースで動かす必要はなく、 少人数でも長い時間をかける、こうした工事には、ローマの駐留軍が当たることが多く、人手にもあまり問題はない、ということが忘れられている。また、1977年の実験では、滑車とロープだけで500人程度で600トンの石を移動させることが可能だと証明されている。なお、南西1キロメートルの石切り場には、南の石と呼ばれるさらに巨大な霧石があり、 高さ4.2メートル、幅4.8メートル、長さ21.5メートル、重さは1200トンから2000トンと見積もられているが、この南の石に関しては動かされた形跡はない。しかし、これも動かされているという、オーパーツ論者もいる。ありがとうございます。